皆さん、こんばんは。日本の安倍総理は麻薬所持で逮捕され、沢尻エリカは桜を見る会で国民たちの税金を無駄にする。これ逆じゃね さんこんにちはツッコみニュースやりますよ <laughs> ツッコミニュースはずっとやってないけど昨日朝に、ま、もうニ,ニュースのはずなんだけどもう関係ない話するよ <laughs> あの毎朝スタジオ通ってるんだけど朝起きて朝ごはん食べてる時になんかテレビ見てなんか元気もらっていきましょうという気持ちでつけたんですけどあのこのニュース2つしかやってなかった桜を見る会と あの、サウジリエリカっていう俳優がドラッグとかなんかまあ、所持してる疑いで逮捕されたっていうもう大ニュースになって、ちょっと動画にしようと思いました。まず、海外だと、有名人がドラッグとかなんか麻薬とかっやってるってバレたら、もう何も起こらないから。警察来ないからね。普通の人だったら捕まるけどなんか,か、 特にアメリカの有名人たちはもうやり放題そういうの。まあお金持ちと有名人の権力である。まあそれもちろんいいことではない。で、日本は細かいですね。特にあの麻薬とかドラッグに関しては細かいんだけど、で、沢尻エリカっていう人はまあ10年前からなんか使ったりクラブに行ったりエクスタシー、そのパーティードラッグとかやってる みたいんだけど、<laughs> そもそも最初テレビで見た時は沢尻エリカって誰ってなっただけですよ。でも本人知らないからもうどうでもいい話、ドラッグとかさもうどうでもいいし別にまあやったって俺にはそんなに影響なかったしまあ有名人とかなんか麻薬とかで捕まるともう社会のみんなたちは急になんか偉そうになってこれはダメですねとかなんか言い張るんだけど沢尻エリカが 麻薬やってると、そのニュース見て、それ知った瞬間に、あの、本人の心配とか、体とか精神とか、なんか、ど、どんだけ中毒になってるとか、そういう本人の心配、すぐしなかった人たちは、もうほっといてやれ。それだったらさ、その病院とその警察に負けせといて、もうこんなにニュースにするほどなくないと思いました。その犯罪のところはさ、 警察に任せて。で、本人、まだ中毒になってるとか、なんか心の悩みとか、そういうのを心配してない方は、もうそこも医者とかカウンセラーに任せといて。それやったらもうニューズになるところなくなるよな、これ。まあ、俺一番ちょっと、 あかんなと思ったところは、そういう、あの、数年前の、数年以上前の、あの、え、なんか映画でちょっと地味なパフォーマンスして、日本のアカデミー新人俳優賞をもらったっていうのがちょっと問題だと思うんだけど、あの、ドラッグとか麻薬よりね。でも誰もそこをつかまないんだよな。だって、なんか勝手に、ね。 クラブ渋谷のクラブに行ってエクスタシーとかやってさ俺に関係ないんだけど俺が見る映画に出て地味なパフォーマンスしたらそれは直接俺に影響あるからもうど、ね、考えてみろよ別にあのドラッグ販売してる人の方が悪い売ってる方が捕まってほしいでやっちゃってる方は中毒になってるかなんか何かの刺激を求めてやってるわけだからあのそれ病院とかカウンセラーに行くべき もうそれで捕まったらその逮捕され刑務所とかよりリハビリ麻薬なくてまたあの人生幸せに送っていけるように努力すればいい。売ってる方は人に被害与えてる方なんだけどやってる方は自分にだけちょっと被害与えてるっていうなんかおまあそれでちょっと分けられてると思うんだけどね一応言っとくが子供の時から売れてる人がある日に パーティーでめっちゃ酔っ払って、もう何が何だかわからないで、その時に信用してた人、先輩とかに麻薬とかそうエクスタシーとかパーティードラグ渡されて、それ飲んじゃって、それが中毒になったらさ、最初から自分で麻薬やろうとしてないなのに、ドラグに中毒を、中毒性を感じて、その上に、それから、 もうやっちゃった時点で、それからもう人生,の中人生の中で我慢しなくちゃいけないことが増えたわけ。あれ日からもう毎日麻薬を我慢しなくちゃいけないことになるから。それみんなちょっと分かってほしい。で、俺、麻薬など一切やったことないから、我慢しなくてもいい。毎日起きてあんまり花吸いたいとか、なんかエクスティのみ、ね、保険やりたいとかなんかそうならないから。一回もやったことないから。 全然楽でも昔は俺お酒一切飲んでなかったから一切さお酒飲みたいとならなかったでも今はあのぼちぼち飲んでるからたまにね一日が頑張って帰ってきたらあビール飲みたいわってなるわけやん俺が言いたいことがちょっと分かったかなちょっと分かったかなまあ麻薬とかや,やらないでねもう絶対やらないでね <laughs> で、続きまして、安倍総理ですね。最近、<laughs> まあ人気ないんですねあの。国民たちがちょっと怒ってるみたいであの、なんか桜を見る会で、なんか、まあ、友達とか、まあ、人たくさん呼んで、あくまで自分のキャリアのための,あのパーティーなのに、国のお金を使っちゃったみたい。俺の情報合ってるかな なんか、ニュース見たんだけど、日本語むず、日本語難しいからね。その、集まったお客さんたちは、一人ずつ五千しか払ってないけど、一人当たりに一万三千ぐらいの金額かかったあの、となって、その、その一人当たりの八千はどうやって埋めたっていう話で、もうどうやって補填した毒のお金で補填したのかってなって、で、そのホテルからの決算書があれば、 もうそのお金どこから来たとかなんか本当にどんな金額でなんか食事しとったかなんかわかるんだけどその決算書もなくてね。まあどっちにしても政府が関わってるとあのシンプルに解決できない。絶対シンプルに解決できない。で、俺はまあ 俺日本人じゃないしね、あのその日本になんか住ませてもらって、日本の政府どうのこう、なんかあの言う、言える筋合いないしあの、まだ日本で仕事してないから、大して税金払ってないし、どうのこう言える立場ではないが、こ,れこの問題に対して、あのこんな小さいのことがニュースになるのはあの平和な証拠という人もいる。まあ、それは言えてるんだけど、 戦争じゃない時代は気をつけないと社会も政府もちょっとずつ腐っていくと思うんだけど、全然戦争起こってほしいわけじゃないけど、あの、戦争じゃないからこそ気をつけなくちゃいけないところが変わってくるわけだと思うから、政治家たちがめっちゃ税金を無駄にして、それで怒られたら、いや、戦争起こってないでしょ。みたいな言い訳にしたらあかんやろ <laughs>。 で、私は昔から思ってるんだけど、政治家たちさ、政治家たちの給料、もらおうお金さ、その国の平均の収入と結べばいいと思う。例えば、政治家たちは、あの、日本国民たちの平均収入の2倍。で、それ以外、それ以上に、 他の会社とか他の人たちから一切お金もらうことはできない。だから自分、その政治家たち自分の給料を上げたかったら、その全国のみんなの収入が上がらないと自分の給料も上がらない。で、普通の給料の2倍ぐらいだったらさ、全然いい、全然やっていけるじゃん、政治家。 で、まあ、それでやっぱ政治家と、政治家は大変でいつもストレスになってるから、それなりのお金もらってないとダメってなったら、あの、政治家辞めればいい。その、別にやらなくちゃいけないわけじゃないし、そう、自分、なんか、お金少ないなと思ったら、 もうやめればいい。いいアイディーだと思うんですけどね。あの、日本人たちの平均収入がちょっとずつ減っていくんだったら、政治家たちの,あの収入もちょっとずつ減っていくっていう価値だったらいいかなと思うんですが、オーストラリアでもなんかそうしてほしい。オーストラリアの政治家たちめっちゃもらうからね、会社とかそう、より、そういう大きい会社のためにちょっとずつ法律とかいじっていく感じなんだから腹立つやね。 ま、それは今日のニュースです。どっちも俺にあんまり関係ない話上に、俺が突っ込んでどうするという話だったんだけど、みんな意見をぜひコメント欄で、あの、教えてください。<laughs> じゃあねー。